Hey, what's up? 山本です。私は今ダナン国際空港に来ております。先ほどベトナム航空のフライトを使いましてハノイから到着したところになります。本日お届けする動画ですが、ダナンの滞在記をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のもとウィリーが私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回ダナンの滞在なんですけども、初めてダナン来ます。今まではハノイホーチミンしか行ったことなかったんですけども、初めて別の街に来てみました。あとはいつも一人で動きますけれども、今日は友人がおりまして、本来はホーチミンで合流する予定だったんですけれども、東方航空のフライトディレイに伴いましてホーチミンでの合流が叶いませんでした。年末年始の休暇を利用した旅行につき時間がないんですよ。なのでホーチミン1日半ぐらいの滞在予定だったんですけども、遅延の影響で全く滞在することができずダナン合流にしました。本来はホーチミンで合流して、その後一緒にベトナム航空使ってホーチミンダナン乗る予定だったんですけども、急遽このような状況になってしまったので一人ダナン集合って感じですね。でもうそろ便が到着すると思いますので、ちょっと探しに行きましょうか。多分どっかにいると思うんですけどね。それでは今回は初めて来るダナンの滞在、あとは友達と一緒なので普段とちょっと違う感じ、どんな滞在になるんでしょうか。多分もう便到着してると思いますので探しに行きたいと思います。友人はこの便で到着なので、もう駐機場入るところかな。ここで待ってましょうか。実はまだ制限エリア抜けておりませんので、ここの椅子に座って待ちたいと思います。今回友達がもう全部プランニング考えてるみたいなので、何にするかどこに行くか全く私聞いておりません。泊まるホテルしか聞いてないんですけれども、どんな展開になるんでしょうか。無事に合流誰も待ってないのに手を振るっていう。タクシー男気、男気、これ男気ね、男気ね、勝ったやつがいいかね。男気じゃんけんじゃんけん、はい、羨ましいな。お願いします。セブンシート到着。本日の宿到着、一泊3500円ぐらいかな。チェックインしてきます。今回の部屋503号室です。あ、全然いいじゃんここ、すげえ。これ3500円ぐらいです。とりあえず荷物パッと置いて、この後また街中繰り出しましょうか。スーパー行っちゃいます。ここでも男気勝負や、負けたくねー。牛牛なんで街中だよねこれなんで道だよね。で一匹だけはぐれてる山本かなそうやなちゃんと真ん中歩いて到着いたしました。ここら辺マジでマッサージ屋さん多いわ、すんごい数多いです。なのでとりあえずこの後ここでマッサージ行きたいと思います。この後は勝負のじゃんけん大会が待っております。さてメニューいろいろ見てるんですけど、私はリフレクソロジーマッサージ、だいたい日本円で2500円ぐらいかな。で全員分払うとしたら1万5000円ぐらいになるので、これはね負けられない、負けられない。行きましょう。最終グッジャンケン、ほっ、おお、負けられへん。最終グッジャンケン、ほっ、ああ、くそ、負けたー、負けたー、あー悔しい。最終グッジャンケン、ほっ、勝ったー。いいな、いいな、いいな。とりあえず問診票があります。オイルはレモングラス、飲み物レモネード、注目したいですか。アップトゥユーです。基本的にはもうお任せコースでいきたいと思います。まずは足洗うみたい。おお、泡立ってるね。あ、入れます。おお、あ、ちょっと熱いね。40度超えてそうな感じでね。足湯終わりました。いい温度だったわ。この後施術に移るんですけども、自分だけ種類違うのよ。他の3人はスウェーデンマッサージだったかな、じゃあホットストーンか、ホットストーン選んで、自分はなんだっけな、リフレクソロジーだったかな。あ、じゃあもう一人スウェーデンか、スウェーディッシュホットストーン、ホットストーンリフレクソロジーということで、自分だけ場所が違うっていう。とりあえずこれに着替えます。着替えました。60分でだいたい日本円で2800円とか、それぐらいかな。
他の人たちが受けているのが3500円ぐらいのホットストーンになります。今回ね、こう肘使うマッサージもあったみたいなんですけど、僕のやつはね、肘使わないで指とあと何でしょう、小手でしたっけ、ここら辺でやるマッサージということだったので、今回これを60分やりたいと思います。60分のマッサージ始まりました。まず足の裏から、あ、いい力具合だわ。以前トルコのハマムの動画、皆さん覚えてます？トルコ人のおっちゃんにもう半ば殺されかけた、あれ本当に苦痛だったんですけども、これはやっぱりいいね。値段としては向こうが2000円弱だったので、トルコのハマムの方が安いんですけども、あれはもうね、苦痛でしかない。プロレス技かけられてました、無抵抗の私に対して。なんですけども、今回のこのマッサージはちょうどいい感じで、この後はレモングラス使ったオイルでマッサージを行いますので、やっぱ、ね、レモングラスの香りすごく好きなんだよね。だから基本的にはロータスオイルって言われたんですけども、今回はレモングラスでやりたいと思います。終わりました。施術後のレモネード、ああいいねこれ、ちょっと甘いけど、うん、リフレッシュできました。マッサージよかったわ。このあとは店員さんおすすめの文法っていうダナンの名物料理があるんだよ。これか、文法、これをかけてじゃんけん大会の始まりです。よっ、ショーグーじゃんけんファン、悔しい、負けちゃった。最初はグッジャンケンポン、最高でしょ、勝ったぞ、羨ましい羨ましい。行きましょう、レッツゴー、くぞ、払いたかったんだけどな。いい感じよ、ここ。ちなみに Google の中では星4つじゃない、 4.7 だ、 4.7 で、本日頼んだのはこれ、牛骨ビーフボーン、これにしました。これで6万丼になります。うわー、すごい量のパクチーだな。もちろん今回パクチー抜きで頼んだんですけども、あ、これなんだろう、パテ的な、パテ肝臓っていうのかな、レバー的なやつで、この牛肉もあったりだとか骨もあったり、やっぱり米粉の麺ね、分が確か麺だったかな。でこのお湯で茹でて、でスープ、これ、ああ、いい匂いのスープだわ、楽しみ。Thank you。 うわ、すげえこれ、この骨やば、何このでかさ、すげえ。これで日本円で350円ぐらい、安いな。いただきます。これはすごいね。まずスープからいきましょうか。背脂みたいなのが浮いてんのよ。名前なんだっけ、これは文法、文法、ダナイ、ダナン名物文法、いきます。あ、うまいわこれ。ちょっとなんかエスニックな味するよね。エスニックな味する、ちょっとパクチー入ってないんだけど、パクチーの雰囲気を味わえる。ね、パクチーの感じしない、ちょっと、ま、若干、まあ、でもこれぐらいだったら全然アクセント程度でいいんだけど、これスープうまいわ。うん、これはうまい。今までハノイでブンチャつけ麺食べたことあるんですけども、この文法は初めて。麺は同じ米粉の麺、いただきます。ん、麺ももちもちいいね。そして何よりもこのお肉どうやって食べよう、予想してたのと全然違う大きさ、でかすぎ。うん、どうやって食べよう、これをこうか、こうだな、ちょうど持つのにちょうどいい部分ありますので、このまま持ってかぶりつく。おいでおいで、肉食べた？うまい、うまいよねこれ、これめっちゃうまいわ。あ、でもスープもうまい。そう、これはマジで。あ、どうぞどうぞ、ご自由にご自由に、気にしなくて。
にうまいわ。いや、このお肉だけでも美味しいし、麺も美味しいし、スープも美味しいし、最高だわこれ。これで350円ぐらい、めっちゃうめえ。あー最高。さあやりましょう、タクシーじゃんけん。最初はグー、さっきフー、最後フー、フー、かーやったー、いくよ。最初はグー、さっきフー、フー、タクシー代出しちゃうよ。車到着、待ち時間数十秒、めちゃくちゃ早いわ。そして男気じゃんけんの買った時用のリアクション準備するのすっかり忘れてました。ホテルに戻ってきました。次のじゃんけん大会行きましょう。じゃんけんばっかだけど大丈夫まあなんとかなるでしょう。最初グーじゃんけんフォー、あいこでしょ、あいこでしょ。うわーマジかー、やった、ちょい、やったやった、いやいや、何買って悲しいんだろうね。いきますよ、最初はグー、じゃんけんフォー。うわーくそー負けたちなみにこの後ホイアン行ってきますめっちゃ早い、待ち時間1分、ホイアン行ってきます。ホイアン到着しました。雰囲気いいね、ここ。やっぱり初めて来る街っていいよね。行きましょう。さてさて、ホイアン一発目アイス、行きましょう。最初グッチョキポン、うわーくそーじゃない、喜び方が分からない。やったやった、アイス食える。何がいいんだ、何がいいんだ、選べ選べ、何がいい、何がいい、選べ選べ。どれ、塩キャラメル、これか、うん、塩キャラメルと、ナンバーワン、 What is your recommend flavor? ソルト、oh, yeah, so, yeah, okay, ミルク、じゃあミルク、じゃあミルク、ミルク、ミルク、チョコレート、塩キャラメルにする。ああ、それでいこう。 OK、 ミルク、チョコレート、ソルティーキャラメル。勝者のアイスクリーム。ごちそうさまです。いい、何もいいんだ、何もいいんだ、何もいいんだ。バランス、バランス大事よ、バランス大事よ。いただきます。やっぱソルティーだわ。あ、キャラメルいいね。ソルティーめっちゃうま。うん、キャラメルグッド、 Thank you。 うん、キャラメルいこう。チョコレート、え、これミルクじゃないの？ミルク、ミルク、チョコレート、全然ミルクじゃない。じゃあ何？チーズ、チーズ、クリームチーズ。でもこれ入れたからミルクだと思うよ。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト、あれ？グッチョイス。あれ、我々ミルクって言ったよね。まあいいよ、まあいいか。うん、うまい。あ、半身あるね。ええ感じの雰囲気の場所、人めちゃくちゃ多いな。まるで道頓堀、道頓堀よこれ。入れるのこれ、いけるか。ただうわすげえ、これ川岸両側に人めちゃくちゃ多いわ。道頓堀ですねこれ完全に。あ、やってるやってるやってるじゃんこれ。あ、これか。インクルード、No include for Hội An selling ticket and I selling total. How much? This was 3万。三万。三万ドン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 。ちなみにここが4人なので20万ドンで船乗れて、ベッド1個3万ドン。100?じゃあ24ね、30、これと20と30プラス、あ、プラス、よ、じゃあ2万、うん、OK、 30万ドンか。1800円をかけた戦い、いきましょう。せーの、最初グッチョキファン、アイコンショー。うわーうわくそー、もうなんか結局喜んでいいか分からないだろ。最初はグッジャッキーファイ、やったー2連チャン、2連チャンです、ありがとうございます。2連チャンです。
300じゃない30万。てなわけで2連勝した。やったね。やっぱ2回も勝つなんて最高。このあと船乗るんだけども 2,3 分待てば乗れるって言ってたね。本当かな。結構待ってるよ。とりあえず船に乗りたいと思います。行ってきます。乗るぜよいしょと。おー揺れるね。スイッターンよいしょと出発します。はいはい。わーすげー。もう灯籠さん、もうすごい。なんでよ、取ってあげて。そう、 YouTube 違うね。おーナイスファイヤー回してくよ。ナイスファイヤー。はい、はい、いただきます。回してくよ。お願い、仕事してね。あ、片手で持てる。子供が無事生まれますように。お流れてたわ。私も流させていただきます。この動画再生されるといいな。いってらっしゃい。バイバーイ。炎上するなよ。これでも角度は、これはね、角度はね、ここでグリグリっとやれば、ね、はい、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。ポプラバイバーイ。バイバーイ。会いませんように。お母さん元気でー。お母さん、バイバーイ。お母さん、お母さん、いってらっしゃい。橋渡っちゃうよ。いやーよかったわ。風光明媚でいいねこれ。ここも本当に人いっぱいだわ。橋の上もそうだし対岸もそうだし。ちょいと休憩。何にしようかな。チョコレート、アイスチョコ、スムージーもあるのか。アイスクリームもある。アイス先食べたからなしかな。どうしようかな、ちょっと考えます。乾杯。いただきます。甘い、めっちゃ甘い。チョコレートやばい。甘い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 。ルル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 ルドリアン、あ、あった。すんごいドリアン臭。ドリアン臭、ドリアン、あれすんごいドリアン臭、あれ、うん、あーすごい臭い。ドリアン臭でございます。あ、臭い臭い。面白いシャツあるわ。日本だったらこれアジですとかカジですとかあるじゃないですか。これはあ、これアディバインミー。ちょっと無理があるな。スターパック。でもこれか。 KJU ですよね。行きてー KJU。 KJU 行きたいわ。ロケットマンに KJU。 さてホイアンの街を離れる時間になりました。そうです、3連勝中の私、ここで連勝記録途絶えるか。いきます、タクシージャンケンでございます。最初はグー、最初はグー、じゃんけんポン。はい、こうでしょ。うわくそ、連勝ストップ。悔しい。せっかく3連勝したのに。やったやっとか。あもうありえへん。よいしょ。それではダナン戻ります。お部屋に戻ってきました。今日はもう寝ます。また翌日お会いしましょう。疲れた。おはようございます。翌朝になりました。4分の2ここで離脱です。さようなら。お気をつけて。ちなみにこの後ベトジェット運航の JAL 便名のフライトでホーチミンに行って、その後日本航空の便で日本まで戻って、そこから札幌まで帰ると。いや
っという間でしたわ。いってらっしゃいませ。ありがとうございました。さようなら。それでは友人を見送り、私も移動でございます。到着いたしました。今日一発目スーパーマーケット。昔ここタイで同じのビッグシーというスーパーだったんだけど、今ゴーというお店に変わってます。他にもロッテマート、ダナンで大きいスーパーあるんだけども、今日はここ来てみました。中入りました。1階にお土産持ってるわ。値段はまだ見てないけども、この後市場行こうかなと思ってるんで、そっちでも買えるとは思うんだけども、ここでももちろんお土産物は同じだと思うんで、どっちの方が安いのかちょいと価格調査してみましょうか。とりあえず上行きます。スーパー入りました。インスタント麺マジで種類豊富だ。ちょっとこれ高め高め。今映してるのが6,000〜3,000ドン、あとはここら辺6000ドン台もあれば9000ドン台もあって、隣のレーン行くと3900ドン、だいたい23円ぐらいなんですけども、ちょいとここら辺はね高めの商品が並んでる、まあ、高い言うても1袋これで40円ぐらいですからね。日本の物価で考えたらそんなそんなでもないと思うし、こういった5個セット、あ、これ前買ったな、この紫のパッケージ、これが6600ドンになりますので、日本円でだいたい40円ぐらい。どれ選んでも安いね。あと余談ですけども、ハライチの岩井さんいました。現場からは以上です。ハライチのターンてなわけです。岩井さんがいたよというお話の続報でした。てなわけで岩井さんがいたので腹ごしらえしたいと思います。スーパーの中にフードコート入ってんのよ。ここでちょいと食べましょうか。今日は文なんだっけな、文法じゃない、文ガー、文ガーってやつにしました。昨日食べたのが文法、文が麺なので多分ね、ポーが牛肉なのかな。今回文ガーが多分ね鶏肉。こちらをいただきましょう。辛そうだな。なかなかスープも、まあ、大丈夫でしょう。間に合わんかった。自分食べたやつね、スープこっち使ったのよ。昨日と食べたやつと同じような感じ。さてさて完成いたしました。めちゃくちゃ美味しそうじゃないか。これ2万9000ドンだからかなり安いですよ。金額日本円でだいたい170円ぐらいです。いただきます。スープからいきましょう。昨日よりうまい。マジ昨日より美味しいよ。すごくあすごくあっさり。めっちゃ辛いよあの喉が、あ、ね、ネギが喉に引っかかった今。あ、これは申し訳ない。昨日食べた時よりも圧倒的に僕はこっちの方が、うん、今回うまい。今回の旅、我々の友人ミスターナイーブがいたんですよ。まあ、彼はすごくナイーブな人なので、昨日のお店ちょっと無理っていう感じですごくテンション下がったんですけれども、まあ、ここだったらテンション上がってくれるでしょう。まあ、美味しいっちゃ美味しいけども、くどいみたいな感じで昨日行ったので彼は。美味しいねこれ。うん、あ、これはうまいわ。昨日の牛肉よりもこっちの方が、うん、鶏肉も美味しいし最高。大事なとこ取るの忘れた。今友達が食べてるやつ食べたんですよ。ブンタイってやつ。なタイなのでトムヤムクンなんですよ。スープがめっちゃ辛いあ、辛いぞ。あ、もう舌がバカになってきた。あ、味わえないこっち。まあ、時間経てば治るとは思うんだけど、マジでうまい。うん、あ、いいね。ゴーっていうスーパーの2階にあります、この奥のフードコート。ここの文化美味しいですわ。次は近くに市場あるのでそちら行きたいと思います。ごちそうさまでした。うまかった。安いし最高だよこれ。めちゃくちゃ食べて、めちゃくちゃあっさりしてますし、くどくない。昨日のやつは美味しかったけども、途中くどくてお肉つらかったんですけども、これはもうスープまで飲み干すほどの美味しさでした。ごちそうさまでした。これは美味しかった食後 KFC、 残念ながら KJU ではありません。こっちの街来たら KJU T シャツあったので、まあ、あれ絶対にあの国には着ていけないよね。いただきます。好きだね。あの国は絶対入れないの。いや、あの国は行けるけども、行ったらアメリカのエスタが使えなくて、うん、アメリカ行くたびにビザを取らなきゃいけないから、もし行くならパスポートを切り替える寸前のタイミング。回るの？え？あの国の動画だったら回る？回るんじゃないかな。もう知らないことが多すぎるから、やっぱりあの国は。
個人的には行きたいけども上げてると思うよ。結構再生されてて、やらかしました。チョコレートこぼした。次の目的地ゴール迎え、これ本市場です。もう一つ半市場かなんだかっていうところもあるみたいなんだけども、まあ、どっかのタイミングに行きますわ。とりあえずここの市場何があるんだろうか、行ってきます。こういうパターンの市場ね、食品とかがあるわけじゃなくて雑貨だとか服とか、もう一つの方の市場が食べ物とかあるのかな。まだまだ入ったばっかりなので奥進んでいったらいろいろ商品いっぱいあるとは思うんだけども、こういうとこね、奥の方に今進んでんだけども、おとなしいねここは。そうてなわけですよ。弁天市場、ホーチミンの弁天市場行ったらもう腕つかまれるだとか、もう日常茶飯事だし、食品食べ物扱ってるお店なんかすごいからね。食堂のおばちゃんなんかもあそこすごいよ、もうグイ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 来すぎるからもう腕引きちぎれんじゃねえかっていうぐらい、ま、平和。この市場とにかく平和です。食堂街いろいろ、あ美味しそう、なんか串だ、この串も美味しそうだね。珍味も売ったりだとか、米粉の麺もあったりだとか、あいいね。これ1本8000丼です。こういうのよちょっと求めてたのは、こういうの、まあ、ただそれでもおとなしいね。先ほども言った弁天市場ホーチミンだったらもう食ってけど、メニューもって客引きのおばちゃんがもうすんごいグイグイ来るんですけども、もう全く誰からも声かけられないもん。透明人間になったんじゃないかっていうような、そんな錯覚。おろろろろろろろ、通りで臭いと思ったらドリアン臭がすごいぞ。うわすげえ。ちなみに今日土曜日です。土曜日で人が多いってのもあるし、もう今皆さん一心不乱に服靴を見てる、この光景が圧巻だわ。で先ほどから言ってる通りね、ドリアン臭がすんごいのよここら辺。果物売るお店もあったりとか、まあ、それはドリアン持ってるよね。いやすごいわ。もう日本の古着とかがこんなところに流れ着くのかもしれないね。うん、古着っぽい。いやすごいわ、もうこれはすごい。扱ってるものの量がねすごすぎんのよこれ。おおすごいわ。なんかもうしんちゃおしんちゃお、なんか奥行けば行くほど人がすごいことになるわ。ハロー、あーうちの店移してけと。すんごいもうねあれよ、魚臭い。いや人が多いね。土曜日の市場もう暑いわ、熱気がすごい。でこっちの方も、あさっき来たかこっちで、奥の方行ったらお魚とか売ってんのかな。市場だね、人いっぱいだ。いつも見る光景やな。奥の方はお肉、まあ、ハエがかかってるのはもう日常茶飯事。お肉お肉、ただ土曜日の夕方だからかな、あんまりお店やってない。こっち野菜で、ここら辺魚とか貝とか。わすげえ、スプーンでこうすり身みたくしてる。次の場所に移動してきました。半市場、さっきは本市場だかな。こっちの方がね観光客向けらしいんだよ。ただもう店じまいなのでまた時間改めてきますわ。さて友人ももうそろお別れの時間、ただ中途半端に時間が待ってるのよ。なので最後スパ、このフェイシャルとヘアウォッシュ行こうかな。この私の汚れたお顔がどう生まれ変わるのか交互期待。行ってきます。はいこんにちは。はいこんにちは。おお興味津々だね。おおモフモフやな、モフモフやな。ねえそんな嬉しいの？どうしてそこにいるの？触られたいからそこにいるんでしょ？賢いな本当に。はいおしまい、おしまい。こいつをほら、はい、おいで。はいよくできました、はいよくできました。はいもう一回いくか、離して離して、いくよいくよ、ほれ。え終わり、来てくれない。
施術終わりました。もういつもの違う髪の形、もう口がない、もうすごいな。もうそれこそさっき言ったハライチの岩井さんと同じような髪型になっちゃった岩井さんこんな感じだったもんねハライチ岩井さんヘアになってしまいました。正面ダナンの大聖堂、ここもピンクなんですよ。ちょっとね、夜だから見えないので、また明日以降来たいと思います。でその向かいにピンクスパ、たぶんね、あれ建物もピンクなんだろうな、暗くて見えないんだけども、またこれも明日来たいと思います。ホーチミンにもこういったピンク大聖堂ありますので、ホーチミンに比べるとちょっとちっちゃいかな。ドラゴンブリッジという橋来ました。週末あのドラゴンなんか火吹くらしいんですよね。ほんでここかなりフォトジニックな場所、風車じゃん、あれ何でしたっけ、あれ名前出てこない、もう物忘れがすごいわ。これ風車ですよね。これもう回るのよ実際に。ちょっと回してみましょうか。これをこんな感じで回るよと。そんでその奥にドラゴンがいて、あっちから吹くのかな、両サイドにドラゴンがいるんですよ、手前側と奥側に。とりあえずどうしよう、ちょっと考えます。どこがベストスポットなんだろうな。とりあえずここの広場で店もあったりだとか、子供たちいっぱいいていいね。向こう側、宿のスタッフに聞いたら反対側の方がおすすめだよって言ったので、とりあえず行ってみましょう。橋の反対側、やっぱこっちだわ。人の数がもう尋常じゃない。こうで多分こっから火も出て水も出るらしいのよ。どんな光景がこの後待ってるのか、でどっから来るのかで、人がねもうこれいっぱいいるから、多分ここで会ってほしい。とりあえずここに陣取ろうかな。もう周りほんと人だらけ、反対サイドも人だし、向こう側も人だらけだし、なんかイベントっぽいのもやってるし、うん、とりあえずもうここにいます。絶景が見られるはず。来ました、来ました。おー、熱い、うわーすげー。これはすごいわ、めっちゃ熱い。この距離でも熱い。俺らここで見てよかった。うん、正解。そこに離れたらもうこれで終わりかってなる。そうそうもう超至近距離だし、さっきの橋の欄干よりかはこっちの方が映してあげてんのね。来た。うわー、あ、水ちょっと水も出てる気するよ。そう、うわーすげー。本社はもっと水ピシャってくるみたいな。すごいよ、すごいよ。場所移ってきたんだけども、これはすごいって。あとね、暑い。結構暑いこれ。わあ、すげえ。すごいよマジで。マジですごい。出ないのかい？せっかく前来たのに。いや本当に熱いですこれ。うわーうわーすげー。今度水びしょ濡れよ、ここにいる人。いやーすごいすごい。あ、ちょっとこの水当たる感じ、ああ心地いい、すごくいいわこれ。あ、いいね。暑くはないですよ、決して暑くないんですけども、ただこの水しぶきかかるとかなり気持ちいい。もう一回、濡れる濡れる、ここは濡れる。カメラがなければね突っ込んだんだけども、カメラあるんで一旦避難。3回目の水、これ最後かな。お、あ、濡れるね。
濡れるね、濡れるね、濡れてますよ、かなり濡れてるよこれ。わあすごい、ああもう濡れるのね。あもう雨雨雨、完全雨。避難します、避難します、避難しても避難しきれない。いやこれはいいわ、これはいいわ。ハライチの岩井さんもこれ味わえばよかったのに、まあ、昨日やったのかな、もしかしたら。いやすごいよかった、いやすごいよかった。これで終わりかな、終わりな感じ。いやもう一回だ、また来た、また来た。もう終わったらすぐバイクがずらーっと、でこのあと車も戻っていくのかな。このショーの時間帯だけは歩行者天国のような形で車もバイクも基本的には通行できないようになりますので、これはいいね。週末限定、金土日限定、夜9時から。いや来てよかったわ。いやいやいや、よかったわ、よかった。ただその一言、よかった。 OK、 じゃあねー、バイバーイ。てなわけでショーも終わりました。友人も最後の一人別れを告げて、ここからいつもの一人旅の再開です。ただ今の時刻9時30分ぐらいかな、9時26分なんですけども、もう今日は宿戻ります。多分ねしばらくダナンに滞在しそうな気する。理由としては今日カプセルホテルなんだけども、1泊700円ぐらいなのよ。だったらまだ行けてないところあるし、時間はいっぱいありますので、のんびりいろいろと過ごそうかな。宿に戻ってきました。今日はここ、まあ、ドミトリーなんだけども、カプセルホテルに近いのかな。一泊なんと700円以下、めっちゃ安いわ。昨日泊まったところ3500円、あれねすごい高い。多分ね個室で1000円台前半普通にあるわ。これ700円はね破格、長期滞在するかもしれないですね。マジでノープランで来ております。とりあえず今日はもう寝ます。明日からは一人旅になります。おやすみなさいませ。おはようございます。4日経ちました。おかげさまで声が出ないわ、これマジでやばい、マジで声出ないです。今日がダナン最終日なんですけども、声が出ないのでちょっと途方にも全然取れなさそうだな、マジで声がやばい。引き続き声が出ないんですけどもお許しくださいませ。ここのバインミー美味しかったな。お肉いっぱい入ったバインミーが3万ドン170円ぐらいだったんですけども、すごく良かったです。ここのバインミー、他にもあそこのお店でフォー食べたりだとか、フォーも6万ドンかな、300円弱で食べることもできますし、本当にいろんな美味しいものいっぱい。そして何よりも声が出ないんだよな。昨日までは声出てたんですよ。あ、残念ながらもう声が出ず、あとここのお店いつ来ても混んでたんですけども、今回の滞在では食べることできず。あとそこケバブあるんですけども、これが安いのよ、2万ドンなので120円ぐらいでケバブ食べることができるんですけども、これ美味しかったわ。でも4日間本当にどこも行かず、こういった食べ物を買いにだけ出るっていう生活を4日ぐらい続けておりました。そして正面にダナンの大聖堂、ピンク色です。ホーチミンにもあるんですけども、ここ次行きたいと思います。ダナン大聖堂到着しました。前回来た際は夜遅くて入ることができませんでした。日中の時間であれば入ることができます。ちなみにダナンで唯一の教会ということでした。この大聖堂建てられたのが1923年に建設始めて、翌年24年の3月には完成したということなので、今年で100年ですね。ちょうどメモリアルイヤーということで、フランスの植民地だった時代がありますので、その名残でバインミー、フランスパンがあったりだとか、結構ねこうフランス文化の影響を受けている部分もあります。それ以上に本当に、ね、声が出ないことが深刻すぎます。とりあえずどこまで行けるんだろうか、ぐるっと回ってみましょう。とりあえず一周してみてますが、やはり正面から見た方が圧倒的に綺麗かなっていうところではあります。なんだこれ、アベマリアって書いてるわ。岩場をそのまま掘削したっていう感じだよね。雰囲気かなり良き。今いるダナン大聖堂ですが、
入れる時間決まってます。午前中と午後になってて、8時から11時半と13時半から16時半までになっておりますので、この点お気をつけください。11時20分ぐらいには正面の門が閉じられてしまいます。ご覧いただいている通り、この時間帯のみ入ることができます。日曜日は入れないみたいです。それではまた次の場所行きたいと思います。続きまして半市場行きたいと思います。前回来た際は夜遅い時間だったので店じまいしている店舗があったんですけども、日中であれば賑やかでしょう。行ってきます。軒先からもこんな感じでベトナムのお土産あります。ドライマンゴーも売ってて、以前ホーチミン行った際、3キロのドライマンゴーを50万ドンで買った経験があります。もちろんこれ握っての価格なので、どっかで買ってこっかな、まあ、3キロ50万ドンなのでだいたい3000円ぐらいかな。これが高いのか安いのかよくわからないんですけども、この金額を元にいろいろと交渉していきたいと思います。この前来た時と違ってやっぱり賑わってるね。そしてホーチミンのペンタン市場ほどグイグイ来ないから、まあ、楽といえば楽かもしれないですね。で早速マンゴー10万ドンで売っております。まあ、多分ね、値切ればどうにでもなるとは思うんですけれども、どうするかな。砂糖があんまり入ってないマンゴーの方が好きなんですよね。砂糖入ってるマンゴーちょっと甘ったらくて、もう甘ったるくても嫌なんだけども、果たしてここにはあるのか。本当にお土産品もたくさん売っておりますので、ダナン来た際はここの市場マストだね。マンゴーを買う前に腹ごしらえしようかな。どこが食べられる場所、いやそもそもあんのかこれ。ホーチミンのベンタイン市場であれば食堂もしっかり完備してるんですけども、もう普通にお肉カットしたりするので、あれ食堂ないパターン、これもしかして。こっちの方はお魚野菜などなど売ってるので、あんまりないかもしれないな、ここの市場食べる場所と思ったら少ないですけども、ありました。何か食べたいと思います。ここでジュース安いな、マンゴージュース2万ドンだから120-130円ぐらいかな。結構安いよ。オレンジジュースも25,000ドン。うわいいね、南国フルーツたくさん。これの食事も安くていいね。200円前後ぐらいかな。やっぱり物価安いと本当にありがたいわ、個人的に。どうしようかな、まだまだお店いっぱいありますので、まだ2店舗目ですからね。どこで食べよう、ここにしよう。ご飯の気分だったんですよ。チキンライス35,000ドン、チキンライス3万ドン。あどうしよう、安くて美味しそうなものいっぱいあるわ。到着しました。35,000ドン、だいたい200円ぐらいです。あまりにも狭すぎるので価格これが限界です。めちゃくちゃうまそうなんだけど、これ豚肉逆だ、箸逆で食べるとこだった。めちゃくちゃ箸太い。どんな味でしょうか。うん、美味しいわ。生姜の味めちゃくちゃ効いてる。なんでベトナム風生姜焼きって言ったところでしょうか。ちょっとぬるいのが気になるんですけども、普通に美味しい。4日5日ほどずっと宿にこもってたんですけども、その際は宿の付近でしか食事取らなかったので、こっちまで来ればよかったですね。ちなみに1泊目700円ぐらいだったんですけども、2泊目以降は400円弱ぐらいだったかな。めちゃくちゃ安いし快適だし、最後の1日に関しては貸し切り状態でした。最高だったわ。なのでまたダナン来る際はあそこ泊まりたいと思います。カプセルホテルだ、なんだっけな、ガーデンカプセルホテルだったかな。マジでおすすめです。とりあえずこれ食べてからマンゴーのネゴシエート始めたいと思います。ごちそうさまでした。とりあえずマンゴー見てみたら、これ1キロなんですよ。 200×5 これで20万って言われました。特にね、交渉は何もしません。20万ドンホーチミンで買った際は3キロ50万ドンだったので、まあ、もう少しだよね。もう一声他のお店も聞いてみたいと思います。まあ、これぐらいが相場なんだなっていうのを分かりました。1キロ20万ドン、だいたい1,200〜1,300円ぐらいです。勝ち取ろうとしたら、ちょっと待てと、お前の希望額はいくら言われたんですよね。どうすっかな、15万ドンぐらいにしとこうかな。15万ドン、900円。まあこれで無理だったらまあしょうがないね。マイホーピース15万ドン。さあどうする、おばちゃんはこっち見てます。さあどうする、15万だったら、まあでもな、この感じだとホーチミンのベンタイン市場で3キロ50万ドンで買ったやつがちょっと高くなっちゃうな。とりあえず15万ドンでだいたい900円です。でこの1キロの量、多分個数が多ければこれでもいいよみたいな、そういうあれか。ただ今回はね、
1個でいいんだよな。うん、ああ、あ、なんだこれ、なんかゼリーみたいなやついただきました。のゼリーだけども、あ、なんだろうな、グミだね、グミに近いゼリーって感じ。うん、これもなかなかノーシュガーで美味しいわ。なあ、1キロ、なあ、これも1キロ、これも1キロ。なあ、でも食べるならこっちの方がいいかな。とりあえず15万ドンをベースに交渉を進めていきたいと思います。ちなみにカードの端末があるので、カード OK って言ったら、いやカードあかんねんって言われたんですよね。で、あの、腕掴まれました。これはどういう展開になるんでしょうか。自分はもう、ああ OK だと、15万ドン、ああとりあえずこれをベースに他の店も聞いてみましょう。15万ドン、カード決済します。まあ、カードなら17万って言われたんですよ。あ、じゃあいいって思って出ようと思ったら、また腕掴まれました。とりあえず15万ドンで今回手を打とうかなと。うん、いい、まあ、よし、15万ドンです。ゲットしました。なもうちょっといけた気するな。他の店も聞いてみましょうか。今回1キロしか買っておりませんので、まだまだいっぱい買ってもいいんだよな。前回3キロ買ってますからね、ドライマンゴーだけで。別のお店来てみました。マジでね、マンゴー売るお店多いのよ。でさっき買ったのこれ、新しいのあって、これ 500g で11万ドンで、こっち1キロで22万ドンなので、まあできればこれも15万ドン、いや12とか攻めてみるかな。今試食したんですね。こっちのマンゴーも美味しかったんですよ。まあ、何が違うのか違いは分からないんですけれども、まあ、同じだとは言ってましたけどね。一人のスタッフは同じだで、一人はこっちドライマンゴーでこっちアップルマンゴーだって言ったんですけども、いやそれはちょっと違う気するんだよな。どうすっかな。あ、15万では多分ね買えると思いますので、そこよりも低い、うん、12から攻めてみましょうか。12万ドン、まあ多分ね12は無理でしょう。そんな気はするんですけども、こいつを12万ドンから交渉していきたいと思います。これ以上マンゴー今回言えば、前回3キロ買って最後途中で飽きちゃったっていうのもありますので、ちょうどいい量でいいよ。また来るときに交渉したいと思います。あとは上もあるのよ。上は主に服とか靴。ちょっと行ってみましょうか。上のフロアに来ました。ここもここでやっぱり活気があるね。本当にいろんなお店、お客さんたくさん。観光客来てもここは楽しめると思います。お土産もありますし、あとはこういったドライフルーツ、コーヒーなどもいろいろ売っております。スーパーで買うのももちろんいいんですけども、多分ね、スーパーよりもこっちも安いんじゃないかなっていう気はするんだよな。とりあえずこの後もう一回スーパー行きたいなと思いますので、価格的な部分、どっちが安いのか、そういったのを調べていきたいなと思います。あとは、まあ、偽物であろうと思わしき各ブランドの服とかもここには売っております。本当にもういろんなところよ。所狭しと服売ってるし、タイでよく見るあれ持ってます。この沖縄でオリオンビールのシャツ着てる人と同じぐらいの割合で、これタイ行ったらこう履いてる人多いですよね。ゾウさんのやつ、本当にもうタイ行ったらどこでも見るんだよな。服もめちゃくちゃ種類多いですし、ね、すごいわ。あとはもうとにかく狭い。靴もたくさん売ってる。靴臭すごいですね、新品の靴の匂い。まあただね、まあ、何が言いたいか僕は言いませんけれども、ここで前ナイキだったニューバランス買ったところでだとは思うんですよね。カバンとかもそうなんですけどもね、クロックスとかも売ってるしねっていう話です。とりあえずこの市場も後にしましょうか。とりあえず川渡って反対側行きたいと思います。正面に見えてるあっちの橋、ドラゴンブリッジです。週末夜9時から火吹いたり水吐き出したりだとか、そういうする橋なんですけれども、昼間見ると全く違う光景ですね。反対側ビーチとかありますので、そちらの方を向かいます。ちっちゃめのショッピングモール、ビンコムプラザあったので、ちょっと休憩しようか。この感じクリスマスツリー撤去してるな。今日は1月11日なんですけども、年越してもまだクリスマスツリーあったってことか。とりあえずちょいと休憩したいと思います。一番上のフロアに来てみたんですけども、レストランいっぱいあります。ここは韓国のバーベキューのお店で、ここタイ料理の店があったりだとか、本当にもうインターナショナルな料理が並んでおります。正面いたらジョリビーまであるからね。あと餅スイーツって書いてたりだとか、お寿司屋さんもあるし、台湾料理のお店もあるし、本当にいろんな種類の料理、これはベトナム料理の店かな、ベトナム料理の店があったりだとか、ジャパニーズラグジュアリースイーツ、餅スイーツ、それよりもジョリビーだな。まさかジョリビーがここにあると思わなかったわ。でそこのキチキチお寿司屋さん結構にぎわってます。正面カフェがあって、これも台湾のカフェ、
台湾ニーズバブルティー&スナックスって書いてるわ。でこれはあいちご飴だ。いちご飴が49,000ドン。いろんな種類あるわ。バナナとかみかんとかマスカットとかもあるのか。ここの店トッポギビュッフェのお店、あいろんな種類の、あいいじゃないですか。トッポギもそこにありますし、あ韓国おでんとかもあるわ。スイカとかフルーツもありますし、でここで鍋つっつい食べるみたいな。ここが129,000ドンだから700円とかそれぐらいかな。やっぱり安いね。ここの店めちゃくちゃいい匂いするわ。ステーキ食べ放題かな。279,000ドンでこっちが299,000ドン。何が違うのかは分からんけども、とにかくいい匂いがします。で他にもいろんなメニュー、なかなかなお値段するんですけども、いっぱい商品あって、あーいいね。先ほど食べたばかりなのであいにくお腹は空いてないんですけれども、本当に美味しそうなお店いっぱいだわ。タイ料理のお店もありますし、本当にインターナショナルな。でお寿司屋さんもう一個あるわ。あここであすき焼きだかなんだかっていう言葉が聞こえてきました。こんな感じです。でここはもう日本だね、完全に。アイスシって書いてるんですけども、こんなお店もあります。そんで台湾火鍋のお店、安いのかな。ビュッフェが409,000ドン。あとはコンボ、これが199,000。上の5位もんがわからない。本当にいろんなお店あって、もう一箇所日本料理のお店があったり、すごいな。ここタイ料理のお店も2つあるし、台湾のお店も2つあるし、フィリピンもあったり、韓国もあるし、日本もあるし、スモー、ただちょっと漢字がな、足りないな。ここは焼肉のお店みたい、焼肉スモー。ここもビュッフェがあるということでした。日本だね。セットランチ99,000ドン。今もいろんな種類あって、いやいいね。スーパーのビンマートありますので、こちら見てみましょうか。今回のダナン滞在中はゴーっていうスーパー行きました。あと他にもロッテマートありますが、ここどんなスーパーなんでしょうか。行ってきます。中入りましたが、早速ドリアン臭すごいな。どこにあるんだろう。どっかにドリアンあるとは思うんですけども、匂いがすごい。ちなみにこのドライマンゴー 300g で103,500ドンです。私先ほど買ったのは1キロで15万ドンなので、やっぱり市場の方が安い。徐々に震源に近づいております。ドリアン州のマンゴーも69,000ドン、1キロ、87,900ドン。安いね、やっぱり。くっせんだわこいつ。匂いの源、震源です。ドリアンすごい匂いする。カットフルーツってマンゴーもあるし、スイカもあるし、これなんだろう。あーどうすかな、買うか。あせっかくだしマンゴー買いましょう。お肉コーナー、鶏肉も豚肉も売ってますね。あとお魚も売ってます。すごい切り方だな。頭だけとかも売ってるんだ。卵4万ドン10個で240円くらいかな。日本とそんな変わらないですよね。他の種類のドライマンゴーありました。これ 100g で3つ連なって、3つで、いや違う、これ どういうことだ。1個かな。もう全部つながってるんですよね、結束バンドで。えこれどういう意味だろう。もしこれが、あ2個買ったら1個無料ってことは、2つで10万、あ3つで15万か、ね、違う、2つ買って1個無料だから10万、まあ約11万ドンで 200g なので、やっぱり市場の方が安いですね。下の方にもあるんですけども、これ10袋で44万8800。あやっぱり市場の方が圧倒的に安いですね。もちろん空港で買ったらもっと高いですし、あとこれ確かタイにも売ってるよね。もしこれタイに持ってるマンゴーだったら、あんまり僕好きじゃなかった気するけども、多分違うだろうな、パッケージ的にも。なのでドライマンゴーに関しては圧倒的に市場の方が安い。あ失敗した。これコーヒーとかも売ってるんですけど、コーヒーの値段確認するの忘れた。まあ、いずれにせよ多分ね、市場で買った方が安いと思います。他のマンゴーもいろいろありますけども、例えばこれ 200g で77,000ドンです。私1キロ15万ドンで買ってますからね。なので圧倒的に市場の方が安い。で5個買ったら1個無料だよと。で5個買って385,000ドンです。これが1つ200g ですので 1.2 キロでこの金額です。スーパーでこれ、市場は1キロで15万ドンで私買いました。僕はコーヒー飲まない人間なんですけども、ベトナムのコーヒーも有名ですし、種類もかなり豊富です。まあ、おそらく市場で買った方が安いとは思うんですけども、スーパーでもいろんな種類のコーヒー売ってます。これ一番見るんだよな、多分これ有名なやつですよね。例えばハライチの岩井さんがいたスーパーあったじゃないですか。そこで友人がねこのフォー買ってたんですよ。これお肉付きのフォーで29,800ドン、少し高めではあるんですけども、美味しいらしいです。
本当に美味しいのか1個だけ買って確かめてみたいと思います。マンゴー休憩でございます。これで50円ぐらいかな、9082ドンなのでマジで安いよね。日本円で54円ぐらいです。めっちゃ安い。お味はどんな感じでしょうか。昨年の夏、台湾のタマイと呼ばれる台湾のアップルマンゴーの有名な産地ってマンゴーをたらふく食べてきたんですけども、あそこのマンゴーも安くて美味しかったからな。ベトナムのマンゴーはどんな味でしょうか。あれだけドライマンゴーあればね、普通のマンゴーも美味しいでしょう。いきます。微妙かな。これは圧倒的に台湾で食べるアップルマンゴーの方が美味しいですよ。まあ50円だからな、割り切りましょうか。少ない量のマンゴー買って正解。これいっぱいやったら食えんわ。そんなに美味しくないです。ただしドライマンゴーはうまい。この後はビーチの方に向かうんですけども、ダナンの街基本的にハングルめちゃくちゃ多いのよ。もちろん韓国人の旅行客もたくさんいますし、韓国資本のお店もたくさんあるんですよね。一時期のなんて言うんだろうな、本当に全盛期のハワイとかグアムとかサイパンとかこんな感じなんですかね。もう街中が本当にね、日本語を時々見ますけど もう圧倒的にハングルの方が多いっていう感じなんですよね。観光客もやっぱり、ね、韓国の方多いですね。実際便も多いですし、これもハノイもホーチミンも同じこと言えるとは思うんですけれども、すごいね、もうハングルだらけの街、それがダナンです。雨なのかな、なんか嫌な空の色してるよね。ほんでもうそろビーチ着きそうな感じがするんだけども、海沿いはどんな光景かな。今回初日に泊まったホテルが海沿いだったんですけども、移動中に海の方見るとめちゃくちゃ波高かったです。逆に言えばサーフィンする方はかなりいい波来てるとは思うんだけども、海で普通に遊ぶっていうのはちょっと危険なぐらい波高かったような感じがするんですけども、どんな光景が広がってるのか。そして雨降らないでくれ頼む。のどかですね。タッチオンしてます。本当にこの奥ビーチがあるのかな。ビーチがある雰囲気は全然感じられないんだよな。あとはどんどん街から離れてってる感じはするんですけれども、果たしてこの後どんな光景が広がってるんでしょうか。ビーチ沿いすげーよ、高層ビルが建設ラッシュ、そんでめちゃくちゃ風強い。これは無理だな、ドローン飛ばそうかなと思ったんですけども、これは無理です、風が強すぎる。ただこの風がね、逆に心地いいんですけどね。本当に高層マンション建設中、すごいね。ビーチ到着しました。めちゃくちゃ風強い、もうこの波で分かりますよね。泳ぐとかそういうには適してないんですけども、波乗りにも今最高なんじゃないですかね。いやただどん曇り、むしろ、まあ、雨は止みましたけど もういつ雨降ってもおかしくないような天候です。とりあえずこのビーチ沿い散策しましょうか。次は海沿いにはレストランいっぱいあるんですけども、水槽の中、何これ、ウツボ、めちゃくちゃでかいんだけども、水族館じゃん、ほどヒラメなのか、エイ、いやーすごいなこれ、マジですごいぞ。でけえぞーこれは、でけえぞー、でけえぞー、こいつらはマジででかい、もうほとんど水族館のようになってます。こんな感じで水産物、お魚、貝いっぱいあるわ、すげえ。それよりもこれよね、めちゃくちゃでかいわ。ロブスターとかもあるけども、もちろんロブスターもでかいんですよ。ロブスターもこの大きさなんだけども、さっきの魚があまりにもでかすぎるのでロブスターの大きさが霞んじゃう。うわーすげえ、カニでかっ、カニやばっ、1キロ290万ドン、はあすげえ。もうただそれだけ、すごいの一言。このロブスターにだっては1キロ450万ドン、やばっ、2万5000のが3万弱ぐらいしますよ1キロで。これで何キロぐらいなんだろう、マジででかいわ。もうこいつなかなかもう分かってるわ。さっきからこの触覚みたいなやつをねピョーンと水面から出してるんですよ。もうポーズ取ってるんだよこいつ、さすがだわ。もう1キロ450万ドン、2万6000ぐらいします、すんごいな。だってほら分かります、これ水面から出てるんですよこの部分だけ。いやすごいね、本当にもうロブスターでかすぎて逆に気持ち悪いもん。こっちがね250万ドンなんだけども、あこれはもうアピールしてんのかい、俺を取ってくれみたいなアピールかい、すごいな。それともなんだこいつみたいな形で敵意をむき出しにしてるんでしょうか。でこっちもでっけえな、本当にすごいわ。もうみんなこう生きてるし、この触覚みたいなやつを水面からピョーン出してるのよ。
びっくりです。このエビたちもかなりでかいね。すごい、やっぱりダナン水産物やシーフードかなり有名ですので、こんな感じで海沿いじゃなくても至る所にシーフードレストランあるんですけども、本当にもう、わ、この魚もでか、すんげーでかいわ。もう水族館、これサメじゃない、これ水族館だよ、もう本当来たら。すごい、嘘でしょ、隣のお店もこんな感じ、水族館じゃん。もう食用じゃない、もうでっかい魚だとかウツボとかもいたりだとか、本当にこの街すごいわ。こっちも先ほどいたようなでっかい魚、あとはロブスター、カニ、やべえなこれ。このカニめちゃくちゃでけえ、でけえ、トイレね。お魚さんもいっぱい、すごい、あ、カキもあるのか。うわ、でかこれ、何何これ、でかすぎても気持ち悪いんだけども、490万ドンすげえな。この触覚みたいなやつもピョインと出して、うわーすごいよ。ベトナムすごいよ、こんなわけわかんないロブスターがいっぱいいるよ。ただもうすごいしか出てこないわ。エビ、何これ、なんで、なんか気持ち悪いんだけど、この声出てない自分よりも気持ち悪いですよ。何これ、本当にもう見たこともない魚なのか何なのかわからない生物もいます。お隣、京都寿司、どんなの売ってんでしょう。あー、うどんとかお寿司とか、まあまあな値段するね。あ、赤身美味しそう。あ、いいねいいね、もう本当にここ和の雰囲気で、水槽あるんだけど、ここお魚いない代わりに鯉はいっぱいいます。再びビーチに来てみました。ここ一番有名なニーケイビーチというところなんですけども、やっぱり風が強い、波が高い、あんまり海は綺麗じゃないかな。プーケットのパトンビーチのような綺麗さかな。これだったら全然沖縄の方が綺麗です。ただ一番有名なビーチということもありますので、まあまあ人は多いかな。ただ本当にもうこれ音で分かりますよね、風がすごい、泳ぐのにはもう全く適していない状態です。風も強いし、雨だけ降ってないのが救いではあるんですけどね。この先もずっとビーチが続いておりまして、こっち南の方に行くと初日に泊まったホテルに続くっていう感じかな。この後はもうそろ宿に戻りつつテクテク歩いていきましょうか。すごいところにいるな、親鳥が1匹、1羽に、ヒナが5羽。これ駐車場ですからね、ここなんでこんなところにいるの。繋がれてるわけでもなさそうなんですけども、とにかくすごいところにいるね、気をつけていけるんだよ。このお店なんだろう、地図があってベトナムいろんなところにお店あるよみたいな、そういう意味合いですよねきっと。何の店かわからんけど、とりあえず入ってみましょうか。あ、お菓子とか売ってるのか。あですね、お土産的なお菓子がいっぱい売ってるお店ってところでしょうか。どんななのこれ、お菓子があったりドライマンゴーとかもあるのかな。本当にもういろんな種類のお菓子売ってて、あと店がめっちゃ広いのよ。こんな感じです。あれ、ドライマンゴーかな。あとコーヒー持ってますね、コーヒー持ってて、あ違う、ドライマンゴーじゃないこれ、エビのなんかですね、エビのなんかエビセンみたいなやつとか、本当にいろんな種類ありますわ。ほとんど珍味系ですね、魚のなんかみたいな、イカとかエビとか使ったそういったのがあって、まあ、一部お菓子とかもあるんですけども、そんなに、まあ、ここからフルーツコーナーかな、バナナチップスとか、あとは帽子売ってたりとか、シャツ、お土産品。あでもやっぱりあれか、こっち側が魚関係の珍味扱ってて、この辺からチョコだとかドライフルーツ、そういったのを扱ってる。あ、マンゴーも売ってる。これで、これ多分 300g ぐらいだと思うんですけども、17万5250g か。これ4つで1キロじゃないですか。私先ほど1キロ15万ドンで買ってますからね、高いなここは。多分これあれだな、ツアーとかで来たら強制的に寄らされるお店っぽいわ、あんまり安くないです。業務スーパー見つけました。確かね、ホーチミンかハノイでも業務スーパーって言ったんですけども、まあ、日本の業務スーパーとはなんかちょっと違った感じするんだよな。そして残念ながら今クローズの札かかってるんですよ。スタッフはいるんだけども、残念でした。もう中多分ね、まあ同じだね、日本と。そのいやどうだろうな、日本の商品は使ってるスーパーって感じかな、まあ、ただ業務スーパーという名前名乗ってるだけで、一応なんかクローズの札はついてるけども人は中にいるよという業務スーパーでした。規模としてはそんなに大きくはないな、コンビニサイズぐらいといったところでしょうか。マッサージ屋さん、あ15分5万ドあいいね、これやろっかな。そんな長くなくてもいいので、
これ結構安いね。もちろん長ければ60分20万ドンとかにはなりますけれども、15分ぐらいでサクッと、これはいいかもしれない。15分で5万ドン300円マッサージ、どんなもんかな。あとおけけぼうぼうで申し訳ございません。15分5万ドン、大体300円ぐらいなんですけども、これいいわ。ちなみに場所、この前いたドラゴンブリッジのふもとなんですよ。火吹く方のここは穴場だね。なんでお客さんいないのかわかんないですわ。もちろん夜の時間帯、週末だったらお客さんごった返すんでしょうけれども、ここはもう安いし、15分なんですけど、多分ねこれ体感20分以上は やってそうな気はするんだよな。今だいたい始まって10分ちょっと経ってるんですけれども、ようやく右足が始まったところなので、もう左足終わってるんですけども、この感じだとなんか20分ぐらい終わるまでかかりそうな予感。マッサージ終わりました。よかったわ。15分だけでもね十分気持ちいいわ。そんで次はグラブバイクで移動します。宿戻ってきました。グラブバイク89円ぐらい、安い。宿に戻っては来たけども、最後、まあ、ここら辺に実はもう4日5日間ずっと泊まったんですけれども、いつも並んでる人がいっぱいの方を売ってるお店あるので、そこ行こうかな。あの多分これ駐禁取ろうとしてね、この警察官。ご愁傷様です。今午後4時ぐらいで中途半端な時間なんですけども、そんな時間帯でも目的のお店にぎわってるわ。美味しいのかな。そこのお店の反対側でもフォー食べたんですけども、美味しかったんだよな。あとはハライチの岩井さんがいたスーパー GO のフードコートのフォーも美味しかったんだよな。とりあえずあそこで食べましょうか。どれ食べようかな。どうしようどうしよう。スモールサイズあるからこれでいいかな。でまだ食べられそうだったら他の店はしごするとか、そんな感じしようか。今回はフォーのタイにしようかな。フォーのタイにします。フォー到着しました。これで4万ドンなのでめちゃくちゃ安いですよね。本当に東南アジア物価安くてありがたいわ。とりあえずもう声が出ないよね。本当に声出ないで大変だわ。しかもね、喋ることを生業としている私にとってはもう大変です。もやしを入れます。あとはもうでっかいパクチーとかもあったんですけども、私はパクチーは苦手です。なのでノーパクチーにしてもらいました。あとは思ってた以上にもやし多いわ。結構な量あるね。もやし入れのスプーンはありましたと。スプーン取りのスープのみの、あ、いいね。めちゃくちゃあっさり。あ、うめえ。飛行機で出てくるスープ、このフォーのスープになんないかな。本当にあっさりしてて、かといってその奥にはちゃんとコクがあるので最高にうまいわ。麺も柔らかくて美味しいですね。やっぱりフォーはうまいわ。美味しい。今回ひき肉タイプのフォーにしました。はい、ひき肉です。うまい。安いしうまいし最高だわ。本当にこれだったらもう一杯何か食べられそうな感じします。こんにちは。ちなみにこれ取る前、木の幹をもうガチ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 やったよ。どこ行くんだよ。ごちそうさまでした。やっぱりフォーは美味しかったです。今回の動画一旦ここでもう終わりにしたいと思います。前半部分は友人が一緒だったので何をするにも男気じゃんけんで決めるというような内容でやりましたが、まあ、正直リアクション失敗した、慣れてなかったのでもう一回やり直したいところではあったんですけれども、移動も含めて食事もマッサージも基本はもう男気じゃんけんで決めるような内容だったんですけども、負けたり負けたりどっちもあったね。4人いた中の2番目か3番目に勝ったのかな。いやー悔しいところではあるんですけれども、やっぱり友人と一緒に来た方が1人よりは楽しいなっていうのが改めて思い知らされたところではあります。時間がなかったのでね、1日ぐらいしか一緒にいることができませんでした。本来はホーチミンも一緒だったはずなんですけれども、中国東方航空のフライトが遅延してホーチミンにたどり着けずっていうところがありましたので、結果的にダダン合流でやる形になりました。あとは声が出ません。本当に声が出ない。前半戦はもう普通だったんですけども、
昨日の夜から全く声が出なくなって、今日はもっと声が出なくなってっていう、本当に今深刻な状態です。マイク近づけた方がいいかもしれない。こっちの方がある程度声大きく聞こえると思うんですけども、今日はもう声は張れませんので、これで失礼したいなと思います。あとはダナン1週間弱結局いたんですけれども、友人と別れてからは4日5日間ぐらいもうこもってました。食事だけ、もう動画も撮らないぐらい食事だけするために外出て、終わったら戻ってパソコン作業するというような状況だったので、やっぱりある程度パソコン作業を急いでない時に来るべきだなって改めて思いました。今回泊まったドミトリー、初日は700円ぐらいだったんですけど、それ以降はもう400円以下ということで、綺麗だし安いし、もう最高。400円であのクオリティ、まあ、多分これはバグレートだと思いますので、本来は700円800円ぐらいなんですけども、それでも綺麗なのよ。2段ベッドじゃないっていうところが個人的にはポイント高いなっていうところもありましたし、最後の一泊に関しては貸し切りだったので本当に良かったわ。スタッフも英語堪能ですし、コミュニケーション困らないし、またダナン来る際はガーデンカプセルホテルっていうんですけども、ここ泊まりたいなと思います。とりあえずもう声が出ないので、今回の動画ここで失礼したいと思います。後半部分聞き苦しい声になってしまったことをお詫び申し上げます。早く治ることを信じて今回の動画ここで終わります。皆さんぜひチャンネル登録して旅行者気分を味わいましょう。その際の日は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターにそのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。